板橋区の文化活動の発展を目的に昭和48年に設立された人と町を文化で結ぶ板橋区文化団体連合会、それぞれが生き生きと活動する個性豊かな加盟団体をご紹介します。日本趣味の集いは昭和23年4月、戦後のすさんだ社会を少しでも心豊かな潤いのある世の中にという願いのもと発足し、本年で73周年を迎えました。日本文化の豊かさ、幅広さを皆様に身近に感じていただきたいという思いで、ジャンルの枠を超えて心一つにここに集います。箏曲、琵琶、長唄、羽唄、日本舞踊、大道芸、カッポレなど、どこをとっても豊かな日本の心があります。いろいろなジャンルの日本音楽、芸能を一度に鑑賞できるだけでなく、お客様の参加型、体験型のコーナーもご用意しています。また、外国の方にも理解していただけるように、プログラムは英語や中国語などの解説付きとなっています。手話通訳付きの演目にも力を入れています。日本の文化、音楽をもっと広く、次世代の子どもたちや世界に向けて発信し、伝承していければと思っております。趣味の集い、日本の文化です。この文化を次世代につないでいきたい思いがいっぱいであります。そしてその先には、外国の皆さんにも理解をしていただきたい。この花鳥風月の素晴らしい日本を本当に大事にしていきたいと思います。